回は3月15日に追加されたエクストラ宿友を紹介していくよ。冷徹大戦には内蔵兵、そしてその三国志固有のアクションをフル活用した計略を出してくるのは嬉しい追加やね。このカードを強化する上でまず第一にせなあかんのが霊剣インパクトの比較やね。スペックや計略の役割が近いけど速攻性と連携の宿友、コンボ性や単体で戦えるムーカクって感じかな。ムーカクは単体強化と相性の良い優遇宿友が使える。宿友は正気が引き速3と優秀、号令ムーカクと共存可能。宿友は引き強化があるから自治路際で挟めば一方的に突進できるね。消えろ。無道と脅威をもって天下を推し量る。腕が鳴る。鍛錬が足りないか。害獣不正め。これが天の意志か。消えろ。うるさいこと嫌い。目が鳴る。うるさいこと嫌い。あと一息なのに。危うい。それでこそよ。失礼します。お主の名も記さねば。くざむくだ。くらいな。くらいな。アソート。くつくだ。その名前、わしが高めてやる。腕が鳴る。さすがに3万。うらいな。そうそう、しました。これは私の知り合いの話なんですけどね。無道と脅威をもって天下を推し量る。腕が鳴る。腕が鳴る。消えろ。やってくれたね。消えろ。ここのガパサーチはかなり致命的やね。初心者みたいなミスしてしもたけど、次に来そうなガンメイル感をうまく避けさえすれば。
くもよし、射抜くもよし。え、広くない？私をお呼びですか？危ういぞ。見てらんない。できない。角に挟み込めとるのに突進し放題状況で、そういうのせんで。最高野の三国志大戦、平家勢見とるか。これが三国志や。そうそう、落としました。鍛錬が足りないか。うるさいこと嫌い。目が鳴る。それでこそよ。フライナ、これが天の意志か。私をお呼びですか？喜べ豚ども、これが戦争だ。お主の名も記さねば。あそこ致命的なミスしたけど、宿友の計略に助けてもろたな。この計略いけるやん。
無力さが3あるから。四季の攻略を打たれて、このタイミングで仕掛けていくよ。消えろ。まだ超えられないのか。消えろ消えろ。豚を歌わせろ。ご視聴ありがとうございました。今すぐ崩したいって画面で輝く面白い計略やと思ったよ。